この動画では9世紀脳梗塞におけるフレアの役割についてお話ししていきます。脳梗塞疑いの患者さんが運ばれてきて MRI を撮影する際によく必須と言われるシーケンスが拡散強調画像、フレア、MR アンギオグラフィーの3つとなります。 T2 強調画像よりもむしろフレアの方が診断価値が高いと言われています。またフレアが使われる理由としては脳梗塞を診断するだけではなく治療方針の決定にフレアが使われているからなんですね。よってなぜ T2 強調画像よりもフレアの方が診断価値が高いのか、フレアの画像が治療方針の決定にどのように利用されているのかなどについて考えることは非常に重要だと思います。この動画の目的としては急性期脳梗塞におけるフレアの役割を理解すること、細胞性浮腫と血管性浮腫のフレアの信号変化を理解すること、ディフュージョンフレアミスマッチについて理解すること、イントラアーテリアルシグナルについて理解することをテーマにお話していきたいと思います。キーワードについてはこのようなキーワードについて説明していますので、このようなキーワードに興味がある方はぜひここから先の動画もご覧ください。それでは始めさせていただきます。まずフレアの基本について見ていきたいと思います。フレアはフルイドアテニュエイティドインバージョンリカバリーの略で、フルイドは液体のこと、今回は脳脊髄液という文脈で使われます。アテニュエイティッドは減衰されたとか弱められたという意味です。インバージョンリカバリーは反転回復と訳されるんですが、 MRI で用いる反転回復パルスを意味します。反転回復パルスを用いて脳脊髄液を減衰するシーケンスです。脳脊髄液を抑制する理由なんですけれども、フレアはベースが T2 強調画像で、このような脳脊髄液が通常高信号になるんですが、脳室の周囲に病変があったり、このような脳脊髄液の中に病気がある場合は脳脊髄液の高信号が邪魔になる場合があります。よって脳室周囲の病変や脳脊髄液に隠れた構造を脳脊髄液を抑制することによって観察しやすくするという特徴のあるシーケンスです。今回扱う急性期脳梗塞では、まず血管性浮腫の高信号、この緑色の矢印ですね。そしてイントラアーテリアルシグナル、この紫色の矢印です。この2つをピックアップして扱っていきたいと思います。こちらの図はフレアのパルスシーケンス図を表したものです。フレアはまず180度 IR パルスというのを加え、あらかじめやった縦軸を反転します。そうすると各組織それぞれ T1 値に従ってこのように縦軸が回復していきます。この水色で示す脳脊髄液の縦軸がちょうどゼロになったタイミングでスピンエコーベースのシーケンスを走らせていくと、死亡の場合はこの緑の縦軸が信号に寄与し、脳組織の場合はこの紫色の縦軸が信号に寄与します。しかし脳脊髄液は信号に寄与する縦軸がないため抑制されるというのがフレアの基本原理です。もう一つ重要なことがあって、フレアは高速スピンエコーがベースのシーケンスですので、90度パルスと180度パルス両方を受けて初めてスピンエコーを出します。90度パルスを受けただけではスピンエコーを出すことはありません。後で説明するイントラアーテリアルシグナルというサインはこのことを利用したサインです。後々出てきますので、このことも頭に入れていただけたらと思います。細胞性浮腫と画像上の変化について復習しておきます。こちらが通常の細胞と細胞間隙の配置ですけれども、細胞性浮腫になると細胞外液の水が細胞内に入ってくるため、このように神経細胞がパンパンに腫れてしまいます。そうするとこの細胞間隙にある水のプロトンがなかなか動くことができず、拡散制限が起きます。拡散強調画像で高信号、 ADC マップで低信号となるのはこの拡散制限が原因です。またこの神経細胞が入るというものを反映し RECT サインが出てきます。この拡散制限と RECT サインについては別動画で詳しく扱っていますので、不安な方はそちらの方もご参照ください。
続いて血管性浮腫についてです。こちらは血管と組織を表した図ですけれども、血管には血液、組織には組織液が流れています。この2つは物質のやり取りをしているわけですけれども、この間には血液脳関門という構造があって、血液から組織液に向けて余計な物質が流れ込まないようになっています。急性期脳梗塞になってからしばらく時間が経つと、この血液脳関門が破綻してしまいます。そうするとここの関門がなくなったことによって、血液から組織液に向けて大量の水が流入してきます。こちらの図で見てみると、細胞の間にある細胞間隙を満たしている水が外から大量に水が流れてくることによって、このような水浸しになってしまいます。フレアはこのような水の量を反映し、水が大量に増えた場合は高信号になるシーケンスですので、この緑の矢印のようにこの部分が浮腫用の高信号になるわけです。これが血管性浮腫とフレアの画像変化です。急性期脳梗塞発症後、まず細胞性浮腫が発生し、そこから時間を置いて血管性浮腫となります。おおよその時間の目安ですけれども、細胞性浮腫の場合は発症後1から3時間、血管性浮腫の場合は発症後4から12時間とされています。そしてフレアの信号変化についてですが、細胞性浮腫の場合は細胞内に水が入っていても、別に外から水が入ってきたわけではないので、フレアで信号変化はありませんでした。しかし血管性浮腫の段階になると、血液脳関門が破綻することによって血管から組織に向けて大量の水が入ってきます。よってフレアでは浮腫状の高信号となります。このフレアの信号変化を砂時計として使うという試みがされています。なぜ砂時計が必要なのかというと、血栓溶解療法という重要な治療法があるからです。この治療法は静脈から血栓を溶かす薬を投与することによって、この血栓を溶かし再開通させるという治療法です。劇的な改善効果がある一方で、発症後時間を置いてから行ってしまうと出血をきたしてしまうというリスクがあります。よって血栓溶解療法はガイドライン上で脳梗塞発症後 4.5 時間以内と規定されています。その 4.5 時間についてなんですが、中には発症時刻が不明なことがあり、画像上で発症時刻を予想することが大切です。そこで出てきたのが、このフレアの信号変化を砂時計として使うという試みで、拡散強調画像で高信号の部位がフレアでもし信号変化がない場合は細胞性浮腫の段階であると予想され、発症1から3時間となります。しかし拡散強調画像が高信号の部分がフレアでも浮腫状の高信号の場合は血管性浮腫の段階となっており、最低でも4時間は経過していることになります。もしこの辺の時間軸であった場合は、血栓溶解療法の適用時間からは外れてしまっているわけです。しかしフレアでまだ信号変化がない細胞性浮腫だけの段階である場合は、血栓溶解療法の適用時間内であると画像上で予想することができます。細胞性浮腫になっていても血管性浮腫になっていなければ、おおよそ 4.5 時間以内と予想することができるわけです。フレアを砂時計として利用する場合は、拡散強調画像とフレアの信号変化に着目します。それをディフュージョンフレアミスマッチと言います。左はディフュージョンフレアミスマッチ陽性の症例ですけれども、右の側頭葉に拡散強調画像で高信号がありますが、フレアでは信号変化が目立ちません。このような症例を、こちらは高信号ですが目立たないということでミスマッチと表現します。この段階では細胞性浮腫であることが予想されます。細胞間隙の水が細胞内に入り込むことによって細胞がパンパンになります。この、細胞間隙の水分子が動きづらくなる拡散低下を反映し、拡散強調画像で高信号となっていますが、この段階では細胞間隙の水が細胞内に入るだけですので、別にボックスの外から水が入ってきたわけではありません。よって
ボックス内の水の量はおおよそ一定ですので、フレアで信号変化は目立たないというわけです。この段階では発症後1から3時間であることが予想されます。対して、こちらはディフュージョンフレアミスマッチ陰性の症例ですけれども、拡散強調画像で高信号の部位が、フレアでも高信号となっています。特にミスマッチがないということで、ディフュージョンフレアミスマッチ陰性と表現します。この段階では血管性浮腫になっていることが予想されます。血液の関門が破綻することによって、血液から脳組織に向けて大量の水が入ってきます。フレアは水の量を反映するシーケンスですので、水が増えたことを反映し、このような浮腫状の高信号となります。この段階では血管性浮腫ですので、発症後4から12時間くらいと予想することができます。ディフュージョンフレアミスマッチ陽性の症例では、拡散強調画像で高信号、フレアでは信号変化がないという細胞性浮腫の段階であるので、発症後 4.5 時間以内であることが予想され、血栓溶解療法の参考になるというのがディフュージョンフレアミスマッチです。続いて、フレアの役割でもう一つ重要なイントラアーティリアルシグナルについて説明していきます。こちらはフレアの画像ですけれども、通常このような脳梗にある血管というのはフレアでは映し出されることはありません。これがなぜかというと、スピンエコー系では90度パルスと180度パルス両方に出会うことによって初めて信号を出します。しかしこのような血流というのは流れていますので、90度パルスを受けた後、180度パルスを受ける頃にはどっかに行ってしまっているからです。90度パルスと180度パルス両方を受けることができないため、通常血管は低信号となります。これをフローボイドと言います。ボイドというのは無効なとか空虚なという意味があるので、流れによって信号が無効化されるといったイメージです。しかし、この紫色の矢印を見てみると、血流が高信号で描出されています。これは異常所見で、イントラアーティリアルシグナルというサインです。これがなぜ高信号になるのかというと、急性期脳梗塞によってこの部分の血流が停滞しているからです。血流の流れがないため、90度パルスと180度パルス両方受けることができるため高信号となります。これをフローボイドの消失と言います。そしてフローボイドがなくなったため、フレアでは脳脊髄液がちょうど抑制されるタイミングでパルスを打ちますけれども、血栓や血液自体の T1 緩和の影響がありますので、この縦時間を反映して高信号となります。血栓や停滞した血液自体の T1 緩和の影響も反映され、高信号で描出されるわけです。このイントラアーティリアルシグナルは、仮に MR アンギオグラフィーがなくても、この部分の血流が停滞しているということを推測できるため、非常に重要なサインですけれども、論文によって様々な名称で呼ばれており、フレア・バスキュラー・ハイパーインテンシティ、アーティリアル・ハイパーインテンシティ、ハイパーインテンス・ベッセルサインなどの呼称があります。この動画では、イントラ・アーティリアル・シグナル、IAS という名前で統一して説明をしていきたいと思います。このスライドは、先ほどの症例に T2 強調画像と MR アンギオグラフィーを一緒に載せたものですけれども、フレアのイントラ・アーティリアル・シグナルの部分を T2 強調画像で見ると非常に分かりづらいことが分かります。なぜかというと、この部分の脳脊髄液を抑制していないため、この脳脊髄液の高信号の部分にフローボイドの消失が埋もれてしまうからです。T2 強調画像よりもフレアの方が圧倒的に血流の停滞が観察しやすいです。また、MR アンギオグラフィーは閉塞血管が欠損像として明らかですけれども、フレアでもこのようにイントラアーティリアルシグナルがある部分の血流が停滞しているため、閉塞血管の推定もある程度可能というメリットもあります。最悪 MR アンギオグラフィーが帯同等で撮影することができなくても、フレアだけで閉塞血管は十分推定することができます。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は急性期脳梗塞におけるフレアの役割について見てきました。フレアは脳梗塞の診断に必須と言われているシーケンスですが、このように脳脊髄液に隠れた病変を見つけたり、脳室周囲の疾患の検出率が高いため非常に診断価値のあるシーケンスです。
特に重要なこととして、ディフュージョンフレアミスマッチとイントラアーテリアルシグナルについて説明させていただきました。ディフュージョンフレアミスマッチは、拡散強調画像で高信号の部分がフレアで信号変化が目立たないというサインですけれども、細胞性浮腫の段階で終わっているのか、血管性浮腫の段階まで進んでいるのかという病態予測に使うことができます。そして発症時刻の砂時計として利用することによって、血栓溶解療法の参考となりました。ディフュージョンフレアミスマッチがある場合は、発症 4.5 時間以内と予想することによって、血栓溶解療法を投与する参考になります。イントラアーティリアルシグナルに関しては、通常フレアでは血管 は信号を出しませんが、急性期脳梗塞によって血流が低下することによって、90度パルスと180度パルス両方を浴びることができますので、このように信号を出すサインです。このイントラアーティリアルシグナルを観察することによって、仮に MR アンギオグラフィーがなくても閉塞血管の位置をある程度予想することができる非常に重要なサインでした。以上、ディフュージョンフレアミスマッチとイントラアーティリアルシグナル、これらのサインがなぜ起こるのか、診断にどのように使われているのかについて細かく解説させていただきました。以上が今回の動画のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。